はい、皆さんこんにちは、ロキです。今回もですね、ヤフオク仕入れの、結果のご報告ということでお伝えしたいと思います。今回はですね、こちらのレンズです。ミノルタの 100mm の 2.8 マクロというレンズですね。はい、こちらはまあまあ人気あるレンズなんですけれども、今回の仕入れはですね、ジャンク品という形で出品されていたものを仕入れました。はい、でまあ、そのジャンク理由というのはですね、特にレンズ内にカビとか曇りがあったりとかですね、AF が不良していると、そういったジャンクではなくですね、状態がちょっと古いのでジャンクですよと、まあ、外観もちょっと傷が多いためですね、ジャンク理由ということで出品されてたんですね。でこれをですね、まあ、1万円台の前半で仕入れることができたんですね。でこれうまく売ればですね、完全に2万円以上で売れる商品ですので、だいぶ利益が取れる商品なんですね。なので、まあ、同じジャンク品で、出品されている商品でもですね、本当にカビとか曇りがあってジャンクとか AF 不良でジャンクと、完全にジャンク品の理由になるものもあればですね、こういった、古いからジャンクですといったふうに出品されているものもありますので、まあ、こういう、出品ページを見つけたらですね、まあ、入札して落札してあげるとですね、利益簡単に取れる、ようになりますので、こういったジャンクも見ていくといいかなと思いまして、今回シェアさせていただきました。まあ、同じジャンク仕入れといってもですね、こうやっていろいろな仕入れ方があって、そのジャンク理由によってですね、それぞれの相場というのが存在してますので、ウォークファンでしっかり見てあげてですね、まあ、今回のようなジャンク品があればラッキーと思ってですね、まあ、普通に正常動作しますよと説明文に付け加えてあげて、まあ、外観にはね、使用感がありますが動作にも問題がありませんし、レンズ内も、通常通りですと、クリアですよと書いてあげることで値段がぐっと上がりますので、そういう感じで、見てあげるということも一つ利益を出すために必要なポイントかなと思います。それでは今回はこれで動画を終わりになります。私の方で無料のメルマガを始めております。動画の説明欄にですね、メルマガ登録の URL が貼っておりますので、そちらからご登録をぜひよろしくお願いします。今ご登録いただきますと、私のヤフオクリサーチから落札までの動画と、簡単操作で仕入れ資金を増やす動画というものをプレゼントしております。チャンネル登録いただきますと、私のほぼ毎日更新しているこういった新着の動画を見てもらいやすくなりますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。